お疲れ様でした。9月3日、桧原湖ガイド終了しました。まあ今日は、そうですね。まあ秋らしい釣り方というか、まあ、ね、表層でも釣れましたけど、やっぱり表層まだまだ全然マックスじゃなくて、ね、まあこの IGK で釣れ、まあやっぱりね、前世の頃と比べるとやっぱりそんなに出ない、まあなんとか出てくれましたけどね、出ないし、まあこういうペンシル、まあペンシルもやっぱり今日もバイトはあったんですけどかかんないっていう、まあまだこれからがまあこれからなのかなって感じですね。まあ代わりに今日はまあ底物の釣りはまあそこそこずれました。まあ午前中と午後でまあそれぞれまあ一時的に入れ食うタイミングがあったりとかで釣れてくれました。まあ手段は相変わらずいろいろですね。まあダウンショット。ダウンショット ST59UL アブソルト 2.5 ポンドのダウンショットと、チューブワームの浮かせキャロですね。WSSST66XUL の、ロングリーダーの、クリーピーチューブのライトキャロと、あとは ST65L の、まあ、普通のボトムのキャロですね。普通のボトムキャロに、今日よく釣れたのは HP バグかな、 HP バグのライトキャロ、あとはネコリング、サンスンのネコリング ST61UL と、あとフットボールという感じでした。はい。まあ、今日は特別ね、昨日みたいに中層に浮いてる魚をマヒヤロで釣ったりとか、そういうことはなくて、基本ほぼほぼ全部ボトムの魚でしたね。うん。ほぼ全てボトムの魚を釣っていきました。で、まあ、今日ね、まあ、秋らしい、その、ワンスポットの連発っていうのが、まあ、それぞれ午前と午後で当たったんですけど、まあ、それがね、秋っぽくなってきて、そういうところにちゃんと固まってきて、そうなったのか、まあ、たまたま今日、そういうところにうまく巡り合えたのかわかんないですけど、まあ、この調子でというか、この調子でいい感じに、秋になってきてくれると嬉しいなっていう感じです。はい。まあ今日はざっとそんなところでしたね。はい。ということで、あと言うことないよな。うん。あと言うことないですね。まあ特別なんかね、昨日が北風で今日が南東の風で、風向きだいぶ変わったんですけど、まあ昨日はかなり北風の恩恵を受ける場所って結構あったんですけど、まあ今日は特別、なんか南東の風やからこれすげえここ生きてるなっていう感じのことはなかったですね。うん。まあワンスポットで連発したとこも別になんかね、風云々っていう雰囲気でもなかったし、うん。まあ今日はもう本当にそんな感じでした。はい。ということで、9月3日 ?4 日?3日の桧原湖ガイドでした。